中で総犯罪、大規模な暴力も行われました。でその中でやはり罰を与えるだけではダメなんではないか、やはり被害者がどういうふうに人生をやり直すのか、加害者がどのように今度は同じことをしないで済むように変わるのか、そのことを考えて、対応する、そういう解決の仕方が必要なんではないか、そういうふうに現在の、世界ではですね考えられています。でそういうふうに、言えばですね、非常に、新中国の裁判の在り方に近い在り方が今ですね非常に実践されて模索されているというふうに言えます。実際に東京裁判と BC 級戦犯裁判、新中国裁判はどういうふうだったかちょっと見ておきたいと思いますが、東京裁判や BC 級戦犯裁判では大部分の被告は最後まで罪を認めませんでした。裁判が終わって釈放された後は大日本帝国、要はかつての自分たちを擁護し、右派と合流していって、そして、中国等と敵対していく、そういう動きの中に、いました。東条英機、そこに写真がありますけれども、全部無罪を主張しますと言いましたね。東京裁判は28人全員が自分の罪を否認しました、否定しました、無罪だと主張しました。一方で新中国の裁判は取り調べの過程で、先ほど言いましたように自分の過去に向き合う、そういう時間を取りましたので、その過程で罪を見出し全面的に認定していきました。ほぼ全員が認定しました。有期刑判決を受けたのは全体1100人のうち 5% しかいません、45人しかいませんが、有期刑判決を受けた戦犯たち、下の写真にありますけれども、この人たちは法廷で涙を流して反省をしてですね、もちろん罪を認めて、そして自分の罪の深さを考えて、自分は死刑になって当然だと思っている、そこまで言った人もいました。もちろん彼らは死刑にはなりませんでした。一部罪が重い人でも懲役20年で、1960年代に一番遅い人も日本に帰ることができました。でこの帰った1000人余りの戦犯は平和団体を作って、今も加害の実態を伝えるですね平和活動を展開しています。こういう組織的な取りをしているのは新中国の裁判の対象者だけです。で、そういう意味で、新中国裁判というのは加害者の人材のために時間をかけて、自ら反省する教育を展開しているという意味では、今の世界で注目されている修復的正義というのを60年以上前にすでに、実践していた、非常に先駆的な試みだというふうに、評価できるし、評価すべきだろうというふうに考えています。この意義はもっと研究、強調されなければいけないものだというふうに、思っています。ところがね、東京裁判や BC 級戦犯裁判に比べて、新中国の戦犯裁判の評価、研究は非常に遅れています。世界的にも遅れていますし、中国でも今、この戦犯裁判への研究っていうのは非常に高まっているわけですけれども、10年前、そこにも写真にありますように、東京裁判研究中心っていうのが、センターというのが上海交通大学に、できました。で、この10年間ですね、いろんな研究が進められてきたわけです。それから国民府の裁判、BC 級の裁判ですが、これも、南京大学とかですね、そういった南京大虐殺の研究との関連などもあって、比較的国民政府の裁判も研究がされてきました。大きな研究費をつけてですね、非常に大規模な若手の研究者も育成しながらですね、研究が進められて、大きな成果を生んで注目も集めておりますが、新中国の戦犯裁判の方は、研究が進んでおりません。中国の中に国内の拠点もありませんし、僕たち以外にも、あまり研究している人が残念ながらいないという現実があります。それだけではなくて、この中日双方で今、関係者、戦犯もそうですし、あるいは戦犯を教育した側の人たちも、みんな高齢になって、相次いで亡くなっています。